レディオジャム、ウィワナビ、ユアナンバーワン。春の終わりを知らずに消えて ということで、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。うん、喉いて3月の23日ということで、もうね、3月も暮れの暮れですよ。レディオジャム、イワナビーワナンバーワン、わだわだでございますが、ですね、今週もインザグループスーパーナンバーをお届けしようということで、今日のオープニングナンバーは、曲かけるのは久しぶりな感じなんですが、ポンタップというアーティスト、前にもご紹介いたしましたが、そのポンタップの花という曲を聴いていただきました。この3月末のですね、これから、なんでしょう、春から初夏に変わるこのシーズンにちょっとぴったしな曲なんですが、ポンタップのプロフィール、これはスーパーノヴァのホームページに前から載ってますが、ボーカルエリコと作曲ポンタップの二人で2002年9月からインターネットで楽曲を発表。でも変な名前なので、他の名前に変えようかどうか考え中です。で、基本は歌物のダンスミュージックで踊ることより聴きやすさを重視した楽曲作りをしています。ということで。以前にもね、メッセージっていう曲をかけたんですが、まあ、なかなかいい感じじゃないですか。ね、このエイジアンテイストたっぷりだ。ね、ということで今日のオープニングはですね、ポンタップの花という曲です。インザグループスーパーノヴァのホームページ、なんだ。前からね、ポンタップさんページがありますけども、またそちらの方をフォーカスして載せますので、ぜひぜひチェックしていただければな、ということで、お届けしてまいりましたけども。まあ、世の中はね、なんつうんですか、イラクに攻撃だどうのこうのとかですね。まあ、いろんな話がありますけれども、まあ我々 JP に住む人間としてはですね、なんつうんでしょう、もっともっとね、毎日いろんなことを考えて生きていかないといけないこともありますしね。まあ、なんつうんでしょう、花はいつか咲きますからね。なんだかよくわかる。来週はもうだって4月ですから。何を言ったって、エイプリルですよ。もう、早いよね。もう、なんだか知らぬ間に4月だよね。俺、もうこれさ、前にも言ってんだ気がするんだけど、いつの間にこの何1月2月は終わったのみたいな。ねえ、そんなところがあるんですけども。ほんと皆さんもなんかあれじゃないの？4月になったら立場が変わるとかいろんなことがある人いると思うんですけどね。さあ、そんなことはどうでもいいとして。私的には何をやったか。そうですね。チャンチさんのウェブサイトが、ついに公開された。これが www.music-chanchi.net こちらの方で見れますけども、これ以外には何かあったかな、特にない。あ、バイオ C1 が一瞬だけ回復して再び眠りについたという話もありますね。あんまり前向きな話じゃないですけど、あとそうだ、前々から言ってるアートアコーダーさんのウェブサイト作りますっていう話があるじゃないですか。あれね、まあいろいろ考えて、まあいろんな要素を入れようかなと思ってますけどね、
まあ、いろんなことこの番組で言いましてね、なんかアコースティック感とかですね、なんつうんでしょう、こう、なんて大人っぽい感じみたいな、なんかボルトコとかなんかいろんな話しましたけども、ちょっとね、私的に、ね、秘密兵器を、ちょっと使おうかななんて思ってます。私的には今までウェブサイトを作るときに、まあそういう要素は基本的に入れてなかった、ようなものをですね、なんとか、できれば入れられればいいんじゃないかななんて思ったりなんかしてるんですよね。うん。つうのもね、前に言いましたブレイクゲートっていうね、番組で、アートアコーダーさんの PV が、流れたっていう話を、この番組でも言ったと思うんですけど、それをね、この前改めてビデオで見直して、もう、それでピン。なんだかよくわかりませんけども。まあ、なんて言うんでしょうね。要は私の、なんて言うんでしょう。ハートにですね、なんて言うんでしょうね。まあ、インターネット的に言えばピンをかけたっていうんですか、なんかテルネットでアクセスした感じで。よくわかんないんですけども。もうほんとなんかね、ポーンとアクセス来たんですよ。その要素。まあ、あえて今言いませんけどもね。ちょっと もう形にしにくいものなんで、言いませんけども。なんかそういうものが取り入れられたな。ね、ということで、たまにはこうアーティスティックなですね、わけわかんないこと言っとかないとね。さあ、ということで、今日の二組目のアーティスト、おい。最近こういうこと多いですね、いきなりミキシングで音がガッと上がってくる例が。はい、ということで、今日の二組目のアーティストは、これは、アパウスタでいいのかな？アパウスタって多分いいと思う。発音上がアペウスタなのかな？よくわかりませんが、まあ、とにかく、マイリトルガールという曲を聴いてください。どうぞ。Thank you.
はい、ということで聞いてます。アッパヤスタのマイリトルガール。実はここで終わりなんだよね。残りあと8秒しかないんですけども。作曲楽器をやってらっしゃるのが、これは、春代さんということでですね。で、作詞と歌をやってるのが、ゆふさんということで、二人組のユニットですね。で、特に音楽にこだわりはないんだけど、その時ひらめいたものが全てなんだなということで。ホームページは http://members.tribe.co.jp/sol2/ です。こちらもスーパーのホームページからちゃんとリンク貼っておきますんで、よろしくということで。番組はまだまだ続くよ。こんばんは、声マニアのカズマです。いい声が好きなあなたのためのラジオ、イノセントハルシネーション。毎回本当に素敵な声の持ち主が現れる。心地よく聞きやすいをモットーに喋り倒します。爆笑フリートークに本格ラジオドラマなど盛りだくさんの30分。今夜もあなたはメロメロだ。イノセントハルシネーション。ホームページヘブンリーブルーの URL は www.tokne.com/home/heavenlyblue。これを聞かなきゃ眠れない。各週土曜日更新のミスターワイのワイワイラジオ、ぜひラジアン商店ホームページアドレス内から聞きに来てください。アドレスはホームページ3.nifty.com/radioshoラジショーです。ミスターワイのワイワイラジオ、どうぞお楽しみに。生きてきたね。それな
はい、ということでお送りしてまいりました。3月1ヶ月間にわたりましてですね、このアーティストはいいよということで、ずっとこのね、3曲目のブロックは、押し続けてきたオプティミスティックということで、マンスリーピックなんですけども、まぁ、あ、今月ね、この曲で最後になりますが、一番最後の曲は You and Night Fireworks ピアノバージョンという曲を聴いていただいております。ファイアワークス、まあ、花火という意味ですね。あの、マクロメディアファイアワークスというのと取り違えちゃダメですよ。そっちじゃないんですが。あの、この曲もともとはですね、かなりこう、ユーロビートっぽい、ユーロビートっていうのとちょっと違うんだけど、テンポかなり早めなんですが、すごいですね、ピアノ。皆さん心にジーンと来てますか？ジーンとする感じが来れば私としては選曲成功なんですけどもね。オプティミスティック、ホームページは http://opt.ne.nu/。こちらのホームページ私作ることになっておりますが、どんなサイトになるんでしょうか。全然わかりません。考えてもいなかったです。そんな感じで、この曲で原曲っていうか、まあ元曲っていうか、まあこれだから言ってしまえばリミックスなんですけど、まあリミックスっていうかリテイクしてるんで、あの、これ、ボーカルとか全部取り直してますからね。そういう意味ではちょっと違うバージョンっていう感じなんですけども、オリジナルも結構いいし、オプティミスティック自体かなりいいアーティストですので、まあ、番組ではですね、まだまだ注目していこうかなと思っておりますので、またなんか取り上げる機会があるのではないかなと思います。その時はですね、またぜひぜひ聴いていただければな、ということで、今月1ヶ月間、3曲目というか、何でしたっけ、マンスリーピックという形で、コーナーのタイトル忘れてますが、オプティミスティックというアーティストをご紹介してまいりました。今後ともぜひチェックということでございますね。はい。皆さんこんばんは、マギルです。私のホームページ GAV ではインターネットラジオ前中の GAV を公開しています。 URL は http://www.3.to/gav です。どうぞよろしくね。今日 FM スペシャルエクスプレスはフリートーク競馬音楽を中心とした番組です。ぜひ一度聞きに来てください。アドレスは www.ne.jp/asahi/kamuro/kyoekm/krs です。皆様のお越しをお待ちしております。桜の花が空を染めてる、花びらがない思い出の場所に春がやってくる暖かい日だまり、
はい、ということでお送りしておられました3月23日春の風たっぷりな放送になりましたけども、今日の最後の曲は鏡彩さん、もうこの番組でいいのもおなじみでございますが、鏡彩さんの桜2002バージョンというのを聞いていただきました。プロフィールはですね、もうえらいこと紹介しました一応ですね読んどく。5歳よりエレクトーンをはじめ、10歳頃にシンセサイザーの音と可能性に興味を持つ。ポップスからヘビーメタルまで幅広いジャンルでバンドとボーカリストを務めた後、作詞作曲 DTM を学び、シンガーソングライターの道を目指す。また声優アニメ、同様の楽曲提供なども行う。歌詞においては、世界観、人生観が最も色濃く現れるところであり、評価が高い。楽曲はスローミディアムテンポなソウル楽曲を中心に制作しているということで、今まで、この曲含めて3曲紹介するんですね。いやースーパーノバーアーティスト常連さんでございますが、一応ライブがですね4月の29日を緑の日火曜日なんだ今年の場合ね、渋谷のウェセドダイムってところで行われます。運でもってですね、楽曲提供したガーベラという曲が収録された、さきさんのミディアルバムエンジェルフラワーが、発売中、7曲入り1800円ということで、いろんなこと書いてますが、ホームページは www.bg.wakuwaku.com/childaayasong/ ということで、もういいね、春の風たっぷりなそれが意味わかんねえよって話もありますが、お届けしてもらいましたレディオジャム You wanna be your number one ということでね、もうなんつうんでしょう、こうなんつうんでしょう、4月直前というかですね、私何が今すごいって花粉症で鼻水が垂れてきました春の方たっぷりですね。さあ、そんなことどうでもいいんですが、あのさ、今回はさ、こういう風に、なんて言うんでしょう、春の方たっぷりとかなんとか言ってますけど、まあ、うちの番組は結構ね、まあ、うちの番組はですね、インターネット界の J-Wave を目指してますから、前々から言ってますけど、そのせいなんでしょうか、あのね、ヤマハがやっているサーチエンジンっていうのが、あの、音楽関係のサーチエンジンっていうところがあるんですけど、そこでのカテゴリー、うち R&B ですからね。うちは R&B に登録されてるんですよ。リズム&ブルースですか、うちの番組が流してるのは。よくわかんないんですが。どっちかっていうとなんか、なんていうの、オールジャンルなつもりでやってるんですけどね。そんな情報もありつつですね。ちょっと個人的にびっくりしたんですけどね。ほいでもってですね、まあ、もう来週から新学期とか、まあ、新社会人もたくさん出てくることでしょうし、まあ、私としてはですね、新学期とか言いつつですね、卒検を取り損ねましたので、去年。なんで、申請を10月とか11月ぐらいにも仮でやっとかなきゃいけないんですけど、それはすっかり忘れておりましてですね、もう、今年、まあ、まあ、うちの場合はね、選択科目なんで、卒業研究というものが、まあ、卒業研究というか、卒論書くのがね、まあ、やらなくたって卒業できるんですけど、なんかちょっとね、足をなんかこう、なんて言うんでしょう、いきなり引っ張られた感じですね。私はいきなり、ということで、まあ、うまい具合に科目取って124単位を目指します。そうで、だから今年の場合はその大学出た後どうするかとかも考えなきゃいけないんだよね。全然考えてるように見えないし、私自身考えてませんけども。まあ、平気でなんかこんなことやってますよ。多分ね。だって、面白いもんね、こういうことやってるのね。スーパーノバとかね、もうみんなで曲聴いて面白いでしょ面白くなかったら多分この番組聞いてないですからね。いろんなことがありますが。もうね、ということでですね、まあ、平成15年度に入る来週からの放送もいろいろとお届けしてまいりますけども、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、特に何も変わらず、この番組的にはね、毎週毎週いい音楽をかけたり、あとまあ私がですね、無駄なこと喋ったり、たまにターンテーブル擦ってみたり、ね、もうなんかやりたいことやります。あとホームページの方とかもね、なんかたまに写真載せたりですね、日記書いたりとか、あとなんでしょう。なんかまあ、うちのページで一番中身的に充実しているのはリンクだって話がありますから、それリンク見ていただくとかですね、まあ、なんかいろいろなことが、ありますけども、まあとりあえずですね、前を向いていこうよ。ね、春の風がやってきました。ね、花粉症とともに。ね、まあ、いろいろありますけども。ね、ということで、平成15年度もよろしくお願いしますということで、来週の更新は、そうはいつの3月30日ですから、まだ、なんでしょう、年度内なんですけどね。まあ、ギリギリですよ。誕生日みたいなもんか。よくわかりませんけど、また来週お会いしましょう。わたわたでした。